抱きしめてくるし、あんなにもう距離を近づけているのに、なぜ不安になる夏目さん。皆さん、こんにちちるゅちる。商業 BA レビューサイト、ちるちる社長のひろしです。ちゅる。アプリコットです。はい、ホットさん、はい。メディックプレイラバー、はここまい。で済みましたね。はい。いろいろ急展開と、新たなイケメンの登場と イケメンが登場したはんい、だ。新たなイケメンの登場と、あとイチャイチャがマックスになっておりまして、マックス超えることってあるんだって思いましたね はい、やっぱりその前編通してイチャイチャ独占欲マックス、そしてちょっと積極的になる夏目さんという美味しい展開が盛りだくさんでございました。はい、でもちょっとトラブルもあったんですけれども、まあちょっとライバルというか、関西弁の人たらしなお兄さんが登場しまして、はい、南條さんっていう先輩のメイクアップアーティストの方が現れたんですけど、夏目さんのことを気に入りまして、なんかまあオープンなゲイの方なので、もう俺そっちやねん、君好みやなみたいな感じでぐいぐい来るんですけど、まあそこであからさまに牽制をするのが佐橋くん。はい、バチバチでございましたね。でもやっぱりその3話の段階ではまだ好きとか言われてないから、なんかいや、よくないですよね、そはい、の言ってないからって、やってることはもうすでに付き合ってる以上のことやってるじゃないですか。なんかまあキスするし、なんか俺のなんでとか言うけど、好きとかは別に言ってないから、あれってなっちゃって、ちょっと離れたことがあったんですよ、その別の仕事で。で、女の人と2人きりみたいな、橋くんが女の人と2人きりっていう状況の時に、夏目さんが不安になっちゃって揺らいじゃうけど、まあ南條さんのちょっかいという名のアシストがございまして、前ぐらいです。は作い用するんですね。はい、うまい具合にそういうのが作用して、まあ、夏目さんもちょっとずつ甘えられるようになったのかなみたいな、なんか再会した時のハグのシーンとかがすごい良かったというか、まず好きって言ってなかったみたいな感じでしたけど、溺愛マックスだからそんな不安になることないのに、もうこっちから視聴者からしてみたら、佐橋くんからの夏目さんへの思いってもうダダ漏れなんですよ。あんなに牽制してるし、あんなになんかもう嬉しそうに駆け寄って抱きしめてくるし、あんなにもう距離を近づけているのに、なぜ不安になる夏目さんって思って。大体普通に言葉では表面上で好きだよとかって言っても、行動が伴わない方が 多いのに、でも好きって言われないだけで不安になっちゃう夏目さんがめちゃくちゃ可愛いなって思ったんですけど、でも最後に俺だって好きって言われたいっていう本音を吐露していたので、なんかちょっとずつ、なんか佐橋がグイグイだったけど、夏目さんもちょっとずつ佐橋のことがどん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 好きになっていって、思いの量がこうどん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 近づいていってるなっていうのが、まあもうずっとこうなので追い越すことはないんですけど、近づいていってるなっていうのがちょっと嬉しかった。でもなんかこの2人、やっぱり南條さんのこともそうなんですけど、トラブルが多いんですよ、非常に。これは感情の行き違いとかそういう感じそうなんですですすね、か？なんか2人ともお仕事頑張ってるじゃないですか。で、別の店舗に移動した佐橋と、夏目さんは新チーフになりまして、2人とも違った忙しさで、ちょっと時間がなくなっちゃったりとか、夏目さんが頑張りすぎちゃったりするんですけど、そこで佐橋の隣に立つためにかっこいい自分を認めてほしいから、頑張りすぎちゃって、相談もなしにすごい働きすぎちゃうんですよ。この切羽詰まってる感じとか、なんか夏目さんが優しいから、みんなどん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 ちょっと頼っちゃう感じとか、でも頼られるけど頼るのは苦手みたいなところが、すごいなんか不器用さと応援したくなる感じと、あと仕事のリアルさがちょっと裏側を知ったなという感じでしたね この華やかな世界だけど、すごいブランド、コスメブランドってすごい華やかな世界だけど、すごく皆さんの努力の上で成り立ってるなっていうのがすごい伝わってきました。でもその中でもちょっと体調崩しちゃった夏目さんのところに佐橋がやってくるんですけど、心配してくれてて、なんかもうちょっとうまくやりましょうよみたいな感じで、
体調崩さない崩ったら元も子もないじゃないですか。ああ、そうです。だからちょっとなんかたしなめる感じで頑張りすぎちゃダメですよみたいな感じになるんですけど、うん、でもやっぱりちょっと頑張ってるから夏目さん不器用だし頑張り屋さんだからお前みたいにうまくできるわけじゃないってちょっと突っぱねちゃって、それが左派的にもショックで、なんかせっかく合鍵ももらってたのに合鍵もらってたのにお家の合鍵左派くんのお家の合鍵夏目さんもらってたのに、なんかそれをちょっと投げつけちゃって帰ってしまうんですけど、でもなんか高橋くんってなんか謎だったじゃないですか、今までこう何考えてるか分からなくて、なんか急にそう距離を詰めて口説いてっていう、え遊んでるの、モテ遊んでるの、好きなの、え分かんないみたいなところがあるんですけど、やっとなぜ彼が夏目さんのこと好きになったのかっていうことがつまびらかに、はい、明らかにされまして、それが嬉しかったですね。そのずっと夏目さん視点だったから、はい、佐橋くん視点の感情というかそういうのが知れて嬉しかった。その顔で顧客取ってるってやっぱり一夜も悪く言われてたじゃないですか佐橋くん。でも自分の努力をその認めてもらえなくて、ちょっと元モデルなんですけど、はい、モデルの先輩にちょっとこき下ろされたりとか、はい、人間不信になるようなきっかけがいっぱいあったっていうか、誰も自分のことを見てくれない、まあ、顔だけでしか評価されないっていう環境で生きてきたからこそ、すごい真剣に向き合ってくれて自分の努力とかを認めてくれて、もう何でも肯定してくれる、落とさず自分のことを、他人のことを落とさず肯定してくれる夏目さんにすごい魅力を感じるんですよ。だからもうあのキスとかは唐突な行動だったんじゃなくて、今までの夏目さんへの愛というか、もうどん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 好きになるきっかけがあって手に入れたいと思ったからこその行動だったんだなっていう、なんか内面がすごい知れました。我々は唐突に溢れた感情をちょっと食らった感じなんですけど、もうサーシの中にはこう因があってこんぐらいまで来てたのがドーンってなったっていう。私は攻め視点が好きなので攻め視点の感情が知れて、いっぱい攻め視点になる。いやでも基本的には受け視点なんですけれども、なんか受け視点だけだとわからないから、攻めの感情も知ることによってより2人のなんか愛というか重みが増すじゃない、はい、だからそれが良かったですね。どこの視点から語られるとね、みんな嬉しいですよね。はい、嬉しいですよね。でもやっぱり私たちは嬉しいんですけど、はい、やっぱり2人すれ違ったままだからこのままじゃダメじゃないですか両方の視点からなんか語られてすれ違ってたら安心感がね。でもなんか言えばいいのにみたいな良かった思い、こっちは楽しんでるんですけど、後輩くんが来まして、後輩の新人くんの春川くんっていう子が来るんですけど、はい、まあその子も結構危なっかしい感じのいい子なんですけど、なんかその子の、まあ、行動とかがいろいろありまして、うん、まあ、トラブルというか、そうですね、ちょっと危なっかしい新人くんで、夏目さんが優しいからちょっと夏目さんに頼っちゃってるかなみたいなところがあるんですけど、そんな春川くんをなんか夏目さんに頼りすぎないでみたいな、で裏からね根回しするんですよ。橋が夏目さんはすごくて尊敬してるっていうことを言ってるっていうことを、なんだろう、春川くんを通して知るんですよ夏目さんが。だから自分もちゃんと向き合わなきゃと思って再会して本音を吐露してっていうところがあったので、なんかもう言えばいいのにってなってる展開を楽しんでからちゃんと言ったっていうのがあったので、もう俺は無敵からのっていうラブシーンがございました、はい、嬉しい。それ完結じゃないえ、そのなんかラブシーンもすごいなんかなんだろう、 BL あるあるなのか分かんないんですけど、攻めの家がムーディーな暗さっていうちょっとなんか雰囲気のあるお部屋でなんか2人で影のシルエットが重なる感じなんでしょう、影がね、影がすごい重なる感じで獣のようになんかやってる。いや美しかったですよすごく。夏目さんって佐橋呼びだったし、佐橋くんだけなんかこう夏目さんって呼んでて、うん、まあ名字呼びだったんですけど、再会してからトーマさんの名前で呼ぶようになりました。すごい嬉しかったですね。なんかもう本当に上目遣いな感じというか、ちょっと甘える仕草とか、ちょっともう包み込まれてる感じ、なんだろう、体格差あるじゃないですか、包み込まれてる感じとかもう本当に、あ
理想の受けと攻めがここにみたいな。チアからもどっぷり囲い込まれてましたけど、ね、どっぷり囲い込まれてたんですけど、どこまで行くんですか。そういう押し倒してっていうシーンがあるんですけど、そういうラブなシーンのところだけ BGM 消えるんですよ。そこでもうガン見じゃないですか。浸れるというか、のめり込めるぐらい丁寧に丁寧に二人の愛が確かめ合うシーンがすごく丁寧に描かれていて、まあもう両思いなのにサシは相変わらず春川くんに牽制したりとか、いろいろまあ独占欲いったなーっていうのの合間合間にできますのチューしたりとか、好きあらばキスしたりとか、なんかこう一個一個そういうラブシーンの時に丁寧に描かれてる、リップオンとかもね丁寧にあの演技されているシーンとかも素敵なんですけど、自然なキスの流れとか自然なイチャイチャとかも豊富で、すごい見どころがたくさんあるんですが、そういうイチャイチャの中にまた一難去って、また一難ということで、はい、ラストにあの謎のイケメンがまた現れます。たくさんイケメン出てきますね。すごくたくさんイケメンが出てきて目の保養なんですけれども、まあ、こちらとしては目の保養なんですが、二人としては内心穏やかじゃない。そうですね、はい、夏目さんのいる有楽町店があるじゃないですか、はい、そこに謎の、まあ、イケメンがサングラスつけてきまして、なんかちょっとお前がたぶらかってるわみたいな感じで、なんかこうまあちょっとサハシ君側のどなたか謎の方が現れまして、まあそれを相談、夏目さんは直接本人に相談するんですけど、まあちょっとそこもはぐらかせてしまって、この謎のイケメンは誰なんやというところで、今まではちょっと夏目さん側にこうちょっと言い寄られたりとか、ちょっと好きとか、あとトラブルというか、で前の店舗のライバルというかっていう人たちが夏目さんを取り巻く環境が結構多かったんですけど、今後は橋君の過去とかそういったところも触れる関係とかが触れられていくんじゃないかなということで、来週が楽しみ。はい、あと2話なので、はい、そのトラブルが無事収束して、はい、イチャイチャマックスかつもう同居も始まっちゃってるお二人がどこまで行くのかというと、あもうあ個人的にあの二人でベッドで一緒に寝てる時にあの胸にこう何て言ったらいいんだろう、寄り添う、何て言ったらいいんだろう、なんか子猫のように体を丸めてあの胸に抱かれる夏目さんと、もうこう腕枕のようにこう。サハシ君のイチャイチャがすごく、ちょっともう最終形添い寝、添い寝、最終形態の添い寝イチャイチャ最終形態のような添い寝も見れたので、すごく満足度が高いんですが、今後どうなっていくのか楽しみです。はい、バイチルー。